世界の代表的な文学作品を楽しく探求しましょう。それぞれの作品が持つユニークな要素と魅力についてお話しします。ハムレットはシェイクスピアの傑作で、主人公ハムレットの複雑な心理と復讐のテーマが魅力です。シェイクスピアのダイナミックな文章やキャラクターのモノローグも楽しい要素です。プライドと偏見はジェーン・オースティンの社交風刺と登場人物の成長を楽しむのに最適です。女性の社会的地位に関する洞察も面白いですね。アラバマ物語は人種差別に立ち向かう勇敢な少女スカートとアテイカス・フィンチ弁護士の物語で、社会的正義と家族愛を称賛します。この作品はリーダーシップと勇気についての素晴らしい例です。罪と罰はヒョードル・ドストエフスキーの作品で、ラスコルニコフの複雑な内面と倫理的ジレンマに没頭します。キャラクターの心理描写が非常に印象的です。100年の孤独はガルシア・マルケスのマジカルリアリズムの世界で、家族の歴史と運命が交錯します。この作品は奇跡的な出来事と家族の愛についての美しい物語です。最後にジョージ・オーウェルの動物の王城は、政治的風刺と哲学的要素が詰まった作品で、登場する動物たちは政治の風刺として興味深いです。これらの作品を探求することは、様々な観点から読書を楽しむ絶好の機会です。